早速ビンゴ大会行きたいと思います。いきますよ。説明っていうか、あのルールはみんな知ってますか？知らない人いませんね。はい、じゃあ始めましょうか。愛の28、愛の28、愛の24、G の51、 G の51、愛の22、愛の21、愛の21。お！おめでとうございます。これはビンゴの景品は何でしたっけ？1番は、あ、やったー、タグホイヤーウォッチを。じゃ あ, あのまず商品から先にいきましょうかね。商品表から、じゃあ風祭君からね、チェックの後。はい、どうもおめでとう。タグホイヤーのダイバーズウォッチです。はい、皆さん拍手、もう一回。指揮するやつ。はい、どうもおめでとうございました。愛の17。ビンゴ。お。はい、とりあえず2人前の方に。じゃーん、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 じゃーん。はい、ということでおめでとう。結構早めに。はい、ありがとうございます。はい、どうも。G の57。あ、なかなかいいですね、ビンゴ。いいなぁ、このビンゴの声がね、元気がいいのにはなんかショーが続けますよ。待ったがかかりました。あ、そうですね。歌わなかった方はどうもまた、またの機会を楽しみという感じでした。とりあえずビンゴゲームはこれで終わりたいと思います。I'm
Happy Always のですね、スキーツアーも今回で4回目を数えるわけですけどもね、ついに、ね、津軽海峡を渡ってしまって北海道に、ね来たわけなんですけどもね、まあ、こうやってツアーで、ライブをやる場合はね、いつもと違って帰りの、ね電車やなんかを、ね、心配しないでいいわけでありますんで、まあ、我々の演奏をですね、なんて言いますか、心置きなくというか、最後までゆっくり今日も楽しんでいってもらいたいと思います。最後までよろしくお願いします。
君だけさ今は立った
北島三郎さんのね、まあ、あの方はですね、我々としては、歌のうまさでですね、ジャンルを超えて、愛しているシンガーだったりなんか、するわけですけどね。<笑>まあ、それはいいとしましてですね、せっかくこのスキーツアーでこうやって集ったわけですから、メンバー全員にね、やっぱり、話してもらおうかなと思いますけどね。それでは、一番向こう側の、姫野達也から、なんかどうぞ。みんな怪我などしないで無事に来たようですね。僕も本当はもうちょっとスキーをやりたかったなとか思ったんですけど、こっちの方でいろいろと準備がありましたもんで、今のハールバルの練習してましたよ。それで、なんか昨日僕がちょうど大風呂じゃないよ、大浴場。<笑> 大浴場の方にちょっと夜一人で行ってたんですね。そしたらなんか外から帰ってきた人たちがいまして、カラオケ行ってきたとか言ってましたけども、もしかして歌いませんでした、ハールバルク。<笑>歌った？やっぱりね。<笑>
でも大浴場って字変えるとすごいよね。大浴場ごめんなさいごめんなさいでね、風呂に、結構一人でずっと入ってて、大きい風呂だったんで気持ちよかったんですけども、みんな入りました？大風呂、大風呂に、あ、大風呂っていうか大浴場。あ、本当大きかったですか？僕は女湯の方はちょっと知らないのでよく見ませんでしたけど、じゃあ今日ぐらいちょっとお邪魔しようかなとか。ね、なんかこういうこう外地って言ったら怒られるかもしれませんけど、外地じゃなくて遠いところでなんとなくね気分がおおらかに開放的になるんですけども、そんな中でこうやってまたやれてとっても嬉しく思ってます。今日は最後までゆっくり楽しんでいってね。終わり。それではベースの風間祭君どうぞ。どうもどうも。ね、皆さん本当に、きっと4人みんな同じこと言うと思いますけどね、はるばる、北海道までね本当にわざわざ来てくれて、まあね、忙しい、中とは思いますが、ね、本当に遠いとこまで、僕なんかも函館と言いますと、僕ら普段オールウェイズでねコンサート、今のところ大概札幌が多いわけで、函館でオールウェイズとして、まあ、こうやって、まあ、コンサートをやるということはね、まあ、今回が初めてということなんですけども、僕は子供の頃に小学校、そうですね、2年生か3年生ぐらいの時にちょっとね、まあ、家族といった感じでね学校旅行っていうんですかに来たんですけれどもね、まあ、久々に函館に、お邪魔したんで、まあ、なんかお土産を買って帰ろうかなと思って、今日もねその辺をうろうろしてみたんですけども、函館、北海道のお土産というと必ずこう熊のね木で彫った熊が鮭をくわえてるやつ、ね、それとあと王将って書いてあった将棋の駒、これを必ず買って帰ってきてカラーテレビの上に載せる、これがね主流だったわけなんですけども、最近はね、なんかあまりお土産として見かけなくなってしまったんで、友達にね受けを狙って買っていこうかなと思ったんですけどね、見つからないんでねちょっと残念な気がするんですけれども、また函館に来た時に朝市場っていうんですか、朝市場でいいのかな、ね、朝市場に、行ったんですよ。で僕らはですね魚介類いわゆる魚介類生もの、そういうのがね、好きなんで、よしじゃあこれは何親子丼、親子、こっちで言う東京で言うと親子丼というと鶏と卵なんですけれども、こっちで言うと鮭といくらといった感じでね食べようじゃないかって言って、まあ今日、親子丼を食べたんですけれども、この前というか昨日か一昨日かはね何丼っつったっけな、あれはともえ丼って言いましてですね、いくらとなんだウニとあとなんだホタテが入ったやつがねあるんですよ。これがで、これはそれにあるものではなくてですね、この地元の通の人しか知らないねようなこうちょっと奥まったようなお店なんですけどもね、そこでそのともえ丼っていうのをね食べてね、大満足だったりもしてね、本当に北海道はいいなといった感じでね来てるわけなんですけれども、また僕らさっきも言いましたけど4回目のスキーツアーということで、今まではどこでしたっけ、やったところは八ヶ岳とか、まあいろいろスキー場でやったんですけど、やっぱり北海道は雪が違いますね。本当にサラ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 しててね、気が付くな、今日の夢くすぐれるようになったもんで、ね何質の違いが分かる、それまあ皆さんもね僕のスキー姿をね、見て分かったんじゃないかと思いますけれどもね、いや昨日も風祭あずま教室スキー教室というのを開きましてね、皆さんにね教えたりしたんですけども、きっと上手くなってることでしょうといった感じでね、すっかり、昨日一昨日かな来た時に滑った時はですね、プロの方から君
スキーもプロにならないってこうスカウトがね3回ぐらいかかったというね。でも音楽を捨てられませんみたいな感じで、ね、とりあえず断ったりもしたんですけどもね。まあ本当に今日のスキー場は皆さん行かれたと思うんですけども、長くてねリフトが長くてすごく距離があって面白いですよね。でコースがいろんなコースがあってね、周りの景色見晴らしもすごく良かったでしょ。山の一番上まで皆さん行かれましたか？行かれましたでしょ。もうすんごい高いですよね。僕なんかね一番上からこうぐるっと見ましたら北海道の形が見えましたもんね全部。本当にいい景色のとこでね、ゆっくりスキーを滑るというのはねすごく気持ちが良かったんでね。まあ、明日もほんのちょっと皆さん滑れるんでしょうかね。まあ楽しいね、怪我だけはしないでね、楽しんでもらいたいと思いますが、今まではそれこそだから去年僕どこだっけ八ヶ岳でコンサートの時に、じゃあ来年は北海道でスキーをしようってね言っちゃったことによってですね、うちのスタッフがね会うたんびにね、お前が北海道って言うからって言われながらですね、この、北海道のスキーツアーが実現したわけなんですけどもね、まあ去年から今年は一気に飛躍して北海道に来たということでね、来年はカナダで、スキーツアーをやるじゃないかと。冗談だよ。まあそういった感じでね、今日はねゆっくり楽しんでいってもらいたいと思います。カナダツイでした。それではドラムの梅田君どうぞ。懐かしい。100年経ってもガーリーガーリーどうぞ。今回のスキーツアーで初めて、僕はスキーを体験しまして、まあ、そのために下準備として、髪をですね思い切り短くしてみたんですよ。で、まあなんていうんですか、美容室ですね。で行って、すいません、スポーツ狩りしていただけますかって思わず言ってしまったんですけど、スポーツ狩りってのは今あるのかないのかよくわかりませんけどもね、みたいなやつって言って、この辺もほとんどうちの娘からもハゲって言われまして、薄いんでね、あれだったんですけども、美容室ってなんか変なとこだなと思うんですけどね、もう行き始めて20年は経ってると思うんですけども、いまだにこう市民権がないんですよね、男って。なんとなく女の人が多くて、で婦人女性週刊誌ですかね、あと婦人百科とかね、ああいうの分かるんですよ、ね。でパッと取ってペロペロってめくるとね、ねなんて言いますか、普通の男性誌じゃないようなこう記事がバッタって思わず責任してしまうみたいな。で、あ誰か見てないかなと思って思わずこうやってまた戻してしまうみたいなね。そういうことが割と美容室って多いような気がしますね、うん。で美容室でシャンプーとかしてもらうでしょ。でシャンプーし終わった後にこう頭こう拭いてくれるのがいいですけども、その後タオルを頭に巻かれるんですよ、こうやってターバンみたいね。あれっていうのはもう結構どこにとっては恥ずかしいもんですよね。そうです。もうその時にねこう武将髭がちょっとでも伸び通しておきながら巻かれるとものすごく辛いよね。あれインダジもびっくりするよね。本当にだそう。女性はね、一応外に出るときにはメイクアップしてますよね。だからこうターバン巻いてもそれ、まあ様にならない人もたまにいると思うんですけども、大体様になるんですけどね。男の場合はね、結構不気味なんですね。で鏡とか見るとね、おーって感じでね、それこそ黒い隅ぐらい乗らないとね、格好つかないんじゃないかって感じでね。で美容室っていうのは外からこう見られるんですよね。ガラス張りのとこ多いでしょ、ガラス張りというか。なんで見せるのかなと思うんですけどね、ターバン前でこうやって目が離してね、自分の目が離してもめったに見ませんからね、自分でもね。鏡店の人がこうね、後ろがこう通ってね、それを見てると思うとね、結構恥ずかしいもんなんですけどね、うん。まあ美容室っていうのはまあ本当は僕らは多分床屋さんに行くんじゃなかったのかなと思うんですけども、いつの間にか床屋さんを排除して美容室に行ってしまったんですけども、昔は確か床屋が男で女の人が美容室だったんですよね、うん。でもそれをこうな僕らが17、18の頃かな、ビートルがバーンと出てきて、で あんな長い髪もいいんだって許されるんだみたいなね、かっこいいなみたいな感じで憧れて、ある程度髪伸ばして床屋さん、昔散髪屋さんって言いましたけどね、に行って、すみません、
髪をこう長めにこうマッシュルカットっていうんですかね、ああいう風にやってくださいって言ったら、あんなもんはやらんとか言われましたあれだもんお前、女の髪型じゃねとか言われまして、でチョキチョキチョキってきて二枚刈りっていう感じでまた坊主にならされるんですよ。で辛くてしゃあないから、その頃もう姫野とねとか知り合ってましたんで、お互いにっていうか、まあ器用な人が大体切るんですよ。なんとなくこうマッシュルームカットだなみたいな感じでチョキチョキチョキってね、でおかっぱみたいな感じでね、でそれでも坊主よりはマシだみたいな感じでねあったんですよね。でそのうちにやっぱそういう風にやってると限界が出てくんで、まあ美容室に行って、美容室だとやってくれましたからね、なんとなくこうそういう感じだね。でそのうちにそれが主流になって、その前が床屋さんちの街からなくなってしまってね、なんか僕らの世代が追い出したのかなとかね思ってしまうこともあるんですけど、まあどうでもいいですね、スピッツは関係ないと思うんですけどこの前それを思って非常におかしかったんでね、うん、なんていうかな、スキーっていうのは本当に楽しいですね。でもしこの会場の中にスキーツアーでありながらスキーされてない人がいるとしたら、僕は絶対間違いだと思います今まで3回出てて、そのうち2回はね僕全然やんなかったですよね、いつでも、ね、でも今回やってね、今までバカしてたなっていうかね、損してたなと思います。だからもし機会が、まあ、明日時間ないかもわかりませんけども、次回のツアーからはぜひとも一回スキーを履いて転んでみる、いいですよ。なかなか転んだ結構痛くないですね、うん、気持ちいいですよ。ちょっとあざ残りますけども、興奮してますから気持ちいいんですよ本当に。いやもう僕は転んだ時に上手い人と一緒に行くと面白いんですよ。転んだらね、おっ上田君転び方がいいとか言われるそうかなとか思って、ね、転び方にもコツがあるのかと思ってね、トップしたような気でどんどん上達したような気持ちで、帰れるんですね、うん、でスキーは夏上達するっていう、そういうこうなんか格言名言みたいなのがありましてね、一回スキー場に行って、まあ、2、3日やって、それから一シーズンっていうか夏を越えてまた冬に行くと、それをまたすぐ上達していくという、ね、その夏の間下手くならなくて、夏の間になんかこうそういうのがね、体得したものが減らずにむしろ増えたようでね、東君みたいにね不意に自信過剰になるというだからスキーは本当にいいと思いますので、皆さんももしやられてない方、僕知ってるんです、何人かやってないなっていうのが、うん、修復できてます。もちろんいろんな需要があると思うんですけどもね、うん、ぜひともやってもらいたいと思います、そういうわけで上田でした。そのやってない人間の一人なんですが、僕も意見としては上田君の意見に賛成なんですよね。ぜひやっていただきたいと、僕が滑らない理由はですね、ライブがありますからね、ライブの時に別に気取って言ってるわけじゃないんですよ。途中でライブをやってる時にこの感想かなんかでのけぞるシーンで足がつると非常に辛いなって、そういうふうな怖い感じがあるんで、まあちょっと年寄りみたいな感じで非常に申し訳ないんですが、でも来ている方はぜひ、ぜひぜひ一度やってみていただきたいと思います。僕も上田君と同じ感想で、全然スキーなんて遠かったの、全然ただ上から下に滑るだけ、わざわざ上に上がるんだと最初から下にいればいいじゃないかと、そういうふうなことをもう最初は僕も思ったんですよ。でも、やった時は本当になんと面白いものだと、思った経験がありますので、一応私の試験としてはですね、上田君の意見に賛成だということをここでとりあえず申し述べたりなんかするわけですが、今日はですね、カメラがね、入ってまして、それでなんとなく皆さんの態度がいつもと、少し何パーセントか上品にしてるんじゃないか君たち、全然ない、気にせずにですね、気にせず、本当にカメラなんかは気にせずに楽しんで、いただきたいわけですが、カメラのチームはですね、我々が去年のいつでしたかね、日にちは忘れましたが、ビデオを出しましたよね。あのビデオを作った会社 のチームは違うんですけど、別のチームのメンバーが来てくれているんですけども、ね、僕らのビデオを撮ってくれた会社と言っていいのかな、会社の連中でありましたね。なかなか気のいいやつなので、まあ、カメラが自分の方に向いたら受け狙いでクイサインするなり何かリアクションをしていると彼らも喜ぶんじゃないかなと思うわけですけども、ね、話は あれですよ。先ほどのはるばるとそれとおいおいはですね、
そのビデオを編集するときにはぜひカットしていただきたいと思います。きっとケーブルテレビで流すんだと思いますけども、その部分がすごくフィーチャーしたらこういうやつらかと、思われるのも非常に辛かったりなんかするんで、あれなんですけど、ケーブルテレビが、お家にお宅に来ていない方は詳しいことをご存じないかもしれませんけども、横浜の方はですね、ケーブルテレビは20チャンネルにパワーチャンネルというね、チャンネルがあるんですけども、そこのチームのスタッフのあれですけどもね、まあ、なんて言いますか、我々のビデオが、なかなかいいじゃないかというふうに気に入っていただいた方はですね、このカメラのチームのメンバーにですね、とりあえず今拍手なんかをいただきたい。夜明けは誰か忘れた。
I'm
どうも。ここでですね、今日スラローム大会が執り行われましたけどもね、それの入賞者をですね、ここで発表したいと思います。皆さん拍手でね、迎えてあげていただきたいと思いますが、おめでとうございます。パチ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 、これでスラローム大会の入賞者の発表を、終わりたいと思いますが、ここで、アンコールだよーん。空へ引き寄せ
못할 것만 하면